バトルスタート。体力差。何しますかね。体力差よ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、はい、昼間に畑さんのところに来たよ。しんちゃん。なんでしょう。なに、おばちゃん、オラのことそんなに好き？うん、好きよ。これしんちゃんにプレゼントしようと思ってずっと追ってたの。あ、もしかして障子越しに見えよったあれですか？もらってくれるかな。鶴の恩返しみたいにしばらく家にこもって追っていたのよ。オラ、鶴は助けてないぞ。でもおばちゃん、ありがとう。これおパンツ？え？手作りパンツ？違うわよ。タペストリーといって大きな布よ。あ、壁とかに飾るやつ。もらってくれてありがとう。ほう。これは何かしら、あるんかな。何かしら意味があるものなのかしら。あ、そろそろあれやね。新聞社に、何これ。フロアゲハか？お、あっとった。そろそろ新聞社に、ちょっと、記事を持って、やりますね。おう。持っていきましょうかね。大きくてかっこいいぞ。いっぱいね、動画外で虫とか魚とかも捕まえまくったけん、その辺の記録も、イエーイ！できるんじゃないかと。あ、ってことは一回見とかんといかんのかな。絵日記。秘密基地で秘密の大会があるらしい。恐竜がいた古い時代の記憶を見つけて彼らをタイムトラベルさせちゃおう。恐竜がいた古い時代の記憶を見つけてみんなで一緒に行きたいな。おお、なるほど。とっても美味しいあのお菓子の空き箱が釣れた。空き箱とか釣ったっけ、私記憶にないんですが。幼虫は手作りの葉っぱのゆりかごで暮らすんだ。落とし踏み。お、目標達成。野山の野草や木の実を全種類収穫したよ。マジで？それも知らんかった。なんか、野山の野草や木の実ってキラキラせんことない？とっても。え、したかな？目標達成。野山の野草や木の実を全種類収穫したよ。楽しいな。キイチゴを手に入れた。キイチゴが新しいやつやったってことかな？よく聞くラズベリーとかブラックベリーの仲間だよ。ブラックベリー。いろいろあるな、ベリー。赤座、赤くて刺すからこの名前。背びれや胸びれ。なんだって？旗割り工房、旗おばちゃんからタコストーリー？え、タコの絵や、ほんとに。なんでタコかは謎なんだ。ほう。そうじゃなくて、背びれ、胸びれに毒がある。で、オークワガタ、大きなボディが魅力的、強くてかっこいい虫なんだ。ふんふんふん。ということだ。あれ？思ったよりも新しい虫や魚が少なかったような。どうかな？目標達成できるかな？どうした？このシチュエーションはドラマなら、こんなナレーションが流れるシーンだわ。ヨシコの思いは多分キャップに届いたが、それでもなぜかまだロッカーの陰に身を潜めて、キャップの姿を目で追うヨシコ。そもそも彼女はかなりややこしい性格だったのだ。ヨシコ姉さん！どんなナレーション？どうしよう！しんちゃん、人のことをこっそり見てちゃダメよ。自分だってロッカーの陰から見てるじゃないか。今、新聞社の状況。あ、違うよ。先にこっちやってもダメなんよね。助けて。助けます。ちょっと待って。キャップキャップ。こんな記事どうでしょう。なんだかこっちまで時々ヨシコくんを意識してしまうな。自分の娘と変わらない年なのに、机の配置がいけないのかな。これは向かい合っとるってことよね。なんせ真正面だもんな。じゃあ、キャップのすぐ隣に行きましょうか？いっそのこと同じ机でもいいですよ。狭い狭い。いや、ちょっと記事を。今日はどんな記事ができた？こんな感じでどうでしょう。なかなかの記事だ。素晴らしい。いい感じ？良きかな、良きかな。あ、でも結局、これだけなんすね。なるほど、なるほど。新之助記者の記事による新規契約数は238人。
小遣い110円をもらった。ありがとうございます。紙面になったものはすぐそこのロッカーに貼ってあるから見てごらん。誰もが面白い記事を238人ってことはまだ届いてないね。しんのすけ君も、あとちょっとじゃない、あと100人ぐらいやない。頑張ってくれたまえ。おう、こんな感じですよ。今プラス238人、新聞の売り上げが増え、目標達成しとった。現在の発行部数は4019。よかった、19オーバーやね。我が社が大きくなった。イエーイ、君のおかげだ。やったねやったね、ありがとう。いえいえ、おめでとう。しんちゃんのおかげで売り上げが伸びて、次はどれぐらいかな、目標。大きくなったよ。新しい新聞の名前は、お、じゃーん、麻生太陽系ニュース新聞。希望がどんどんでかくなっていく。販売数が増えたのでボーナスを支給します。おめでとう。お、素晴らしいのでは。これナンバー35、すべての攻撃アップ70、全攻撃が70アップ。すごいよ、星5。これを持って大会に行きますか。今で、次の目標は新聞の、あれ、次の目標が、あれ、4000が最終ってことかしら。今違うんすよ、そんなこと聞いてないんすよ。ねえ、次の目標が出てこんねん。ってことはラストなんかな、あれで。まさかの、何しようとしたんやっけ。あれ、車が3台に増えとる。昨日まで2台やったはずやのに。誰の車だ。誰、3人もおらんのに、3人目誰？ 2 人はわかるけど。私は何を、あ、そうそう。カードの大会に行こうとしたんだね。そうそうそう。記憶力、記憶力。なんか強そうなカードも手にしたし。これで、勝利は間違いないでしょう。きっと。どうもー。やっぱりここで大きな音の曲をかけると、恐竜たちの動きが止まるんだ。これは大発見かもしれないぜ。どういうこと？恐竜は音楽が大好きなのか、それとも、大きな音が嫌いなのか。え、発見できてないやん。好きなのか嫌いなのかどっちなんだよ。そこちゃんとせんとね。判明させんと。はい、来たぜ。ここまで来て再会に参加しないっていうのはないよな、しんのすけ。早く始めようよ。ここだけの話なんだけど、キニはとにかく全部勝ちたいわ。だってストレスはおほだの大敵なのよ。何の話やねん。大会が始まる前ってやっぱり緊張するな。何を書いてんだい君は。はじめるよ。しんのすけ。ほい。真ん中にある段ボールを調べてみたら？大会が始まるよ。ってことで、今回も大会に挑みます。え、違う。君じゃないんすよ。段ボールを調べたんすよ。恐竜バトルに参加します。よし。大会が始まってからカード選ぶんよね。確か。そういえば、キネが大好きなティラノーンが使えるようになったわ。強力な戦力になりそう。では、恐竜バトル大会開始。4人戦って勝ち抜いたら、その人が優勝だよ。ということはだ。とりあえず、戦闘力的。え、なんかさ、相手体力多すぎじゃない？相手の体力多すぎじゃないですかね。怖いんですけど、めちゃくちゃ。全能力80アップってことにしようかな。うん。よし、行こう、これで。出発、おしんこー！第2回恐竜バトル大会1回戦。行くぜ。ティラノーン対ハートマーク。バトルスタート。スタート。
私的には噛みつきラッシュで勝ちたいところなんだけども、いざ勝負。どうや、やったね、勝ちやったね、やったね。それはやだ。イエーイ。2回連続はいけるかな。もういけるやん。よきよきよきかな、よきかな。てかあれよね、第1回の時よりも強くなっとる。強くなってますよね。なってますよね。いざ勝負。あー行こうか。アイコルーレット。よいしょ、やったね。これ余韻がないけんいいよね。てっ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 ていう余韻がないけん。それはやだ。イエーイ、いい感じ。どれにしますかね。いざ勝負。でもやっぱりわがまま恐竜ダブル Q の方がさ、なんか良かった気がするね。けいけいけい。あっという間にやっつけおった気がする。そうでもない。これたまるんじゃない、スペシャル。まだたまらない。どれにしますかね。いざ勝負。グーグー。普通に負けた。でも次スペシャル出せるよ。決まったもんですね。はい、スペシャル灼熱フレーム。前回さ、第1回戦から700も体力なかった気がするんよね。そんなことない、わからん。わからん、覚えてない。イエーイ。でも第1回戦からこれってさ、無理な気がする。無理な気がする。とりあえず第1回戦勝利。はい、第2回恐竜バトル大会2回戦。しんのすけのティラノン対キネのわがまま恐竜ダブル Q。 バトルスタート。体力差、何しますかね。体力差よ。チャージが多い方がいいんかな。大叫び、いざ勝負。いけ、よいしょ。このチャージってスペシャルのやつやろ。よね、ほら1回でいったいった。どれにしますかね。スペシャル技を貯めていく方向でやっていくか。じゃあ次勝ち上げヒップで。いざ勝負。あっという間に貯まる。おー、しかも勝ち、いい感じ。めっちゃいい感じ。よしよし、これでいけるよ。もうスペシャル、どれにしますかね。まあでもこのスペシャルで勝てることはないんやけどね。あと524も残っとるし。勝ち。灼熱フレーム進め。体格差がすげえな。まあでもこれでだいぶ体力は削った。向こうはスペシャルを出してくるんだけどもね、ここで。くいざ勝負。何を出したところでだよ。まあね、ダーリングスマッシュ、いくよ。攻撃力は、まあ、390一気に削られることはないよね。ないよね。187、やばい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 。やばいよ。ちょっと噛みつきラッシュいきますか。あいこや、アイコルーレット。なんてこと。一応スペシャルはたまるか。たまるけど、でもそれでやっつけられない。待って、灼熱フレーム。いけいけいけ。相手のスペシャルこれでたまったりせんよね。今回負ける気がするな。負ける気がするな。大丈夫かしら。あ、スペシャル溜まってない。待った、噛みつきラッシュで行く。いざ勝負。行こう行こう。おっしゃー、ギリギリ。オッケー、行けちゃった。イエーイ。何回戦まであったっけ。4回戦。
までか？え、5回戦？わからん。イエーイ、2回戦も突破。お見事、しんのすけの。はい、そして第2回恐竜バトル大会準決勝。準決か、これで。しんのすけのティラノーン対カズマのティラノーン。同じティラノン同士だというのにこの体力差よ。どれにしますかね、恐ろしい。大叫び。いざ勝負。ひぃ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 。これはかち上げヒップで。いざ勝負。普通にストレート負けしそうなんですが、でもこの次スペシャルがやりますね。スペシャルがよし、溜まった溜まったところでって感じだけどね、体力差が。勝ち。まあ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 、でも一回通りは全部勝っとるけん、今回はもうゆるくゆるくいこうゆるくいこう。どれにしますかね。大叫び。いざ勝負。あー、もう向こうあれな、あーダメだあ、これもう負けたやつ。はぁはぁはぁ、倒されてしまった。やりますね、ほら無念のノックダウン。負けてしまったよ。体力差がやばいよね。えめちゃくちゃ強いんですけど。じゃーん、今回の大会の結果を発表します。優勝はカズマくん、準優勝はブーちゃんでした。盛大な拍手を。しんちゃん負けちゃったね。頑張って、まだチャンスはあるよ。もう一度チャレンジしてみたかったら、日が沈む前にまた基地の真ん中にある段ボール箱を調べてごらん。何度でも受けて立つよ。じゃあこれにて解散。アッソ防衛隊ファイヤー。ファイヤー。まあ今回はこんな感じでいいかな。いいかな。ね。準決勝までは進んだんやけどな。え？ずっとここ歩いてない？カード大会の前にもここにおったよね。どんだけやねん。あれよ、お届けできるものはあるかな。背中のひまちゃん、時々自分も手伝ってるつもりなのよ。うん、キラキラおめめほらね、手伝っとるつもりなんかどうかちょっと今のではよくわからんけど。よよこおばちゃん、どれかいける。しんちゃん、はい、何か持ってきてくれた。俺らこれにするぞ。しそ、あ、ヤマメか。ヤマメを一匹。お、土壌を一匹。おや、お伝えちゃんとできたね。イエーイ。お小遣い合計40円をもらった。いただきまんもす。どうもどうも。ここは空気が美味しいから、新鮮なものだったら何でも美味しく感じるのよね。おや、星が5つ溜まってるね。おばちゃんに何度か話しかけてごらん。頑張ったご褒美にボーナスが出るよ。うふーい。では、しんちゃんのさらなる活躍を期待します。何回か話しかけんといかんの？一回じゃ対応してくれないんすか、そこ。そういうシステムなんすか。どうも。今みたいに働き手が大勢いるときは、店に活気があっていいな。これでもう少したくさんお客さんが来てくれると。本当にいいのだけど。どうなん？新メニューとか。お、さてと、掲示板に書いた食材のお使いはどうなったかな？ここで、気になるお使いの評価を聞いてみましょう。お使いを一つ終えると星5つ溜まったよ。増える仕組みです。現在星は5つ以上。最高！すごいね！頑張ってる！めちゃくちゃ褒めてくれる、ありがとう。よよこちゃんからボーナスのお小遣いが出ました。やったね、いくら。お小遣い100円をもらった。ボーナスで100円か。厳しい。世知辛い世の中だわ。日本バラ卵は釣ったかい？かなり珍しい魚なんだ。写真を撮るといいよ。写真じゃなくて、オラのカメラは絵が出るぞ。日本バラ卵？よくわからねえ。全くもってわからねえ。
あれ、そういえばさ、今日、あれは？ララコちゃんは？おらんよね。あ、そっかそっかそっか。あの、カード大会、あの、カード大会のとこに行ったんか。おったわ、そういえば。普通におったわ。忘れるところだったわ。ああ、セミが捕まえたかったのに。なんてことを。そろそろバテそうな気がするんだ、しんちゃん。ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、新聞社の目標がさ、なんかこれ以上出てこん感じなんやけど、あれはもう終わったのかしら？ね、気になるね。明日になったら出てくるとかあるんかな？